長崎市立城山小学校は、長崎県長崎市城山町にある公立小学校。被爆後の城山国民学校。中央の丸窓の建屋が保存された階段棟。城山国民学校は、爆心地から西に500メートルの場所に位置していたため、原子爆弾により甚大な被害を被った。原爆投下時、校舎敷地内で事務を行っていた。 三菱兵器製作所職員、作業を行っていた、停止員隊員、学徒報告隊員等158人のうち、生き残ったのはわずか20名であった。また、校長以下の教職員31名と、児童約1400名が学校、または、家庭で爆死したと推定される。校舎は、秒速250メートルという猛烈な爆風を受け、開校時からの校舎は、 東側が3階から崩壊し、炎上、新校舎も屋根に、大穴が開きその後炎上するなど甚大な被害を受けた。戦後は改修工事を施され、外地からの帰国者専用住宅を経て、再び校舎として用いられたが、開校時の校舎は1980年に、新校舎も1984年までに、工事の海岸棟を除き解体された。 現存する被爆当時の校舎は、1937年に完成した新校舎の丸窓が特徴的な階段棟である。1984年に現在の校舎が増築される際に、異例会や育友会の働きかけにより保存された。1999年2月には、白山昌平和記念館として改装され、校舎内には、 当時の状況を伝える資料などが展示されている。長崎市が定める、爆建造物等の取扱い基準では、最も重要である A ランクが付けられており、2013年1月には、長崎県が他の被爆遺構とともに、国の登録記念物への登録を求める意見具申書を提出した。校舎敷地内には平和に関する施設や記念碑等が数多くあり、観光客や、 修学旅行生が訪れている。しかし、校舎敷地内の見学には事前申請が必要である。長崎市立城山小学校の公式ウェブサイトに申し込みの詳細が掲載されている。ありがとうございます。